では第4弾、後ろ足が離れるっていう、なぜ離れてしまうかっていうのをと解説していきたいかなと思います。で、後ろ足が離れるっていうのは僕の中で2つかな、2つポイントがあって、その2つがのどっちかが原因となってしまってるんじゃないかなと思います。後ろ足が離れる1つ目の理由としては、弾いた足のタイミングが遅い、踏みすぎてる、テールを踏みすぎて叩いてる。これはまあ前にも話してるんだけど、パチンって弾いたこのタイミングの時に板が上がってくるのを踏みすぎちゃって邪魔しちゃう。だから板がなんか重い上がり方してくる。だから弾けてると思っても実際はタイミングが遅い。って人がいるかなっていうのと、もう一つは、前足のスルル意識が強すぎて邪魔してしまってる。パンって弾きは良くても前足をするのを意識しすぎて、上に引っ張り上げるんじゃなく横に吸おうとする人がいるから、ぐーっと、そのせいで板が上がってこない。ロケットの状態で板がこういう風に上がってしまう人が多いかなと思います。だね、この2つかな。でまず、後ろ足のタイミング、これは1回目2回目のテール足の時に話してるんだけど、まあタイミングだよね。パチンって弾いた時に地面を蹴らない、板をここで蹴って、もうこの時には足が離れてる。そうすると板のこれで浮いてくる、反発だね。でその時にイメージとしては、ここではなく、ここじゃなくて、ここじゃないよ、これはウィールがついてるから、この先、この辺まで板上げるイメージ、叩き足はこういう感じだね。なんで右足の、あ、僕で言う右足、弾き足のタイミングを見直してみるといいかなと。例えば動画を後ろから撮ったりとかして、ちゃんと叩く瞬間に自分の足は浮いてるかなとか、叩くっていうか板が地面に当たる瞬間とかを見てみたりするのはいいんじゃないかなと思います。で、次に前足の、使い方なんだけども、前足がしっかりこうググググって擦れてようが擦れてなかろうが、テールが上がってくるのは最後のグイーンの時に上がってくるんで、でこの状態で吸ってても実際は、まあ、実際は離れてる。それを最後のこの押し出しのがあるからテールがくっついてるように見える、後ろ足が。
で離れて見える人っていう、くっついて見える人と離れて見える人の違いって、ピークの時の持ってき方がすごい重要なのかなと思って、ピークの時にくっついてれば多分くっついてるように見えるんだと、こうひっついてきてるよ。なんだけど、すりが甘かったりすりが前に行ってしまうとロケットのような状態でなっちゃうんだよね。なのでここの杭を意識、ここで止まっちゃうとか、あと前足が邪魔して板のこのテールの浮きを邪魔してしまう。で落ちる時にフラットになってペペン前足からついたり、だから1個前だっけな、前足の使い方を説明したんだけど、すり足でする時に真横でもなく上に引っ張り上げるイメージ、グーってっていうのが大事で、ピークの時までには板をフラットにする。そうするだけで離れてないように見えるんじゃないかなと思いますね。そうだね、その2つが原因で、まあ、板がこうロケット状態だったり、ロケット状態はだいたいすり足が遅い、あ、弾き足が遅いで、テールが後からこうピークを越えた後ぐらいからついてくるって人は前足が邪魔しちゃってることが俺は多いと思います。だタイミングの、どっちもタイミングっちゃタイミングかな、テール弾くタイミングなのか、擦り切る時のタイミングなのか。まあ、ちょっと動画と照らし合わせて見てくれたりすればいいんじゃないかなと思います。